どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということで今回は、ラムダ技術部さんという方にインタビューさせていただきます。ラムダさんは、高専から信州大学に編入して、そこからヤフーのエンジニアとして働いてる方なんですけども、ちょっと変わったキャリアで、かつ IT 業界何社か受けられてて、で複数内定して結局ヤフーに行ったんですけども、就活をめちゃくちゃしてるってわけじゃないんですけど成功されたっていう、春電チャンで取り上げさせていただいたパターンとは珍しい形なので、今回ちょっといろいろお聞きできたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に簡単にご紹介お願いしてもよろしいですか？はい、ラムダ技術部です。今25歳で現役でエンジニア職ですね、はい、で主にフロントエンドっていうユーザーが触る部分の画面の設計とか開発とか運用を行っています。その傍ら YouTube で技術系の動画を投稿していまして、で今40万人ぐらい登録者がいるというような感じです。ちなみにラムダさん長野に住んでまして、地方ミナーでもこういう働き方とかこういうキャリアの歩み方ができるっていうところを皆さんにお伝えできたらなと思ってます。ということで、じゃあ始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ簡単にラムダさん の強みをお伺いしてもよろしいですか？自分の強みは、はい、やっぱ人と違う感覚を持っているところだと思っています。はい、小学校中学校とやっぱ変な人だと言われ続けて育ってきまして、はい、社会生活する上で不便だなと感じていたんですけど、実はそれって強みでもあるなというふうに最近思うことがあって、はい、それはどういうところに使えるかというと、ブルーオーシャンの世界を発見する能力に長けていると言い換えることもできるのかなと思ってまして、はい、まだこの世の中で埋まってない部分を探すのが得意だと自負しています。おー、まあ確かにそれこそ YouTube とかもそうなんですかね。そうですね、 YouTube の動画とかもやっぱり敵が多い中でどこだったら自分で勝てるかなっていうのを見つけるのがだんだん得意になってきて、まあ、元から得意だったっていうのもあると思いますけど、そういうところに通じてると思います。おー、じゃあブルーオーシャンを探す上でどういうところに気をつけてますか？まあ、やっぱり発想を変えてみるみたいなところには気をつけていて、はい、常識を疑うとか結構意識高そうなことを言ってますけど、はい、意識低い版のそういうことをして、あ、物事を斜めから見るみたいな感じなんですかね。そうですね、やっぱり逆張りオタクの根性みたいなものもありますし、はい、そういうところを活かしながら車に構えた感じに見てみたりしてまだ埋まってない部分はないかなというのを常に探しています。おー、いや、例えば過去のその人生とかで社に構えて結構うまくいったなっていう具体的な物事とかってありますか？ YouTube の話で言うと、ダサいスライドを作ろうっていう動画を出したことがあるんですね。はい、でその動画の内容としてはスライドの作り方を解説する動画なんですけど、綺麗なスライドを作りましょうみたいな動画はいっぱいあるんですけど、綺麗なスライドを作るのではなくて、はい、ダサいスライドの作り方を解説するっていうような動画ですね。はいはいはい、でこれを作った理由っていうのが、まあ、ブルーオーシャンっていうところにも通じていて、やっぱり綺麗なスライドを作る動画っていうのは結構競合がいたんですけど、じゃあダサいスライドを作ろうみたいな感じで反面教師として学習する動画を作ったら面白いんじゃないかなみたいなのを思って出してみたところ、うまいこと言ったみたいな事例がありました。成功事例あるけど、それを逆にやったらどうなったの、いけるんじゃないかみたいな感じで考えたってことですね。そうですね、一例としてはそんな感じで、あ、ピンポイントのエピソードってパッと出てこないんですけど、はい、基本的にあんまりその頑張らないみたいなのを気をつけてまして、はい、やっぱり自分がすごい努力したって才能がある人に簡単に抜かされてしまうみたいなのが今までありましたから、もう諦めてですね、はい、自分が努力しても届かないところは頑張らないみたいなことをやって、自分の得意なところだけやっていこうみたいな、そういうスタンスでやって、まあ、もちろん精神にもいいですし、はい、結果として、まあ、悠々と過ごせてるなと思います。小中高の学生時代に一番頑張ったことを教えてもらってもいいですか？あれ本当に頑張った話で言うと、はい、宗教を作ったことがあるんですね、小学生の時に。どんな宗教ですか？トイレの神様を讃えるような宗教なんですけど、はい、新型インフルエンザが流行った時期がありまして、その時に学校のトイレを消毒するような活動を、まあ、保健係としてやっていたんですけど、はい、人手を集めるためにいろいろありまして、組織が出来上がって宗教として消毒する人を集めてやりがい搾取をしていたみたいなそういうことがありまして、まあ、保健係として大変素晴らしいパフォーマンスを上げたんですけど、その時の集客をすごく頑張りました。どのように宗教を作られたんですか？
まずやっぱり宗教を作るからにはその信仰対象が必要なんですね、はい、なんでトイレには神様がいるんだっていうストーリーを作り出して、うんうん、それに共感してもらえる人を集めて、うんうん、で消毒という、まあ、ものを神聖な儀式に成り立たせることによって、うん、いわばまあ無償で労働してもらうと、うんうんうん、そういうことができるようになったんですね。それすごいですね。つまりもちろんその中にエンタメみたいなところがあったんで、遊びとして小学生が楽しくやっていたってのがあるんですけど、喜んで掃除をするようになったってことですね。それによって、そうですね、綺麗にまとめていただいてありがたいんですけど掃除というプロセスを楽しくしたっていうと聞こえがいいかなと思います。いや逆になんか中学校の高専時代もしくは大学時代とかはこれめっちゃ頑張ったなとかってありますか？中学時代っていうのはプログラミングにハマりだした最初の時期でして、はい、ホームページを作ったり、あとはゲーム作ったりとかですね、 RPG を作るツールみたいなのが当時ありまして、はい、自作のゲームを作ったりしてました。すごい素朴な RPG なんですけど、うん、まあ簡単に言うとポケモンをパクったみたいな感じで、ジムリーダー的なものを倒していくみたいな、はい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 、RPG を作りましたね。まあ作ったゲームとしてはもうなんかクソゲーを作ったんですよ、要するに、はい、ただその過程でやっぱゲームを作るっていうとマルチメディアに通じる必要があって、うんうん、音楽の勉強をして BGM を作曲してみたりとか、うん、あとは絵の勉強をしてキャラの画像を描いてみたりとか、そういうところでいろいろ知識が入ったのがすごいいい経験でした。なかなかそのプログラミングとかってハードル個人的には高いですけど、それを最初にやろうと思ったきっかけは何ですか？もう本当に興味本位ですね。プログラミングをやりたいっていう思いというよりかは物を作りたいっていう思いの方が強くて、うんうんうん、ゲームを作りたいからプログラミング勉強する必要があるよねとか、うんうん、まあ、本当に最初にプログラミングを始めたのはホームページ作るからっていう話で、うん、宗教のホームページを作るっていう目的があって仕方なく勉強したっていうのが始まりなんです。で、その宗教のホームページっていうのはトイレの神様の宗教ですか？そうですね、小学生の時に作った、はい、トイレの神様を信仰する宗教の信者を集めるために広報活動の一環として、もともとホームページ作りたくて勉強したんですけど、プログラミングも楽しいなと思い始めたのがその時期です。そっからなんで編入したんですか、信州大学に？電子工学科で高専に入ったんですけど、はい、電気向いてると思って入ったら意外と蓋を開けてみると向いてなくてですね、はいはい、有名どころのデバイスがいろいろあるんですけど、はい、実習でもう壊してと、はい、大体一通り壊し終わって見てないなっていうのが分かったんです、はい、その中でも情報系っていういわゆるコンピュータサイエンスみたいなところは自分得意だったんで、うん、もうちょっと勉強したいということで、うん、大学編入して勉強しようってことで編入に至りました。ああ、じゃあもう勉強したいから先だったんですね。まあだから本当に勉強したいと思って大学に行った不純な動機一つないですね。で兵庫から長野に引っ越して、まあ、大学3年生から編入って就活も同時に始まったりすると思うんですけど、そのあたりはどうしたんですか？蓋を開けてみたらなんか大学生って3年生から就活するらしくて聞いてないぞという話で、はい、で、まあ、僕は環境に恵まれてたんで特に自分から何かしたっていうわけではなかったんですけど、はい、大学生の頃にアプリの開発とかを友達とやっていて、うんうん、でその経験を就活の面接で話したら高く評価してもらえて、まあ、評価してもらえる企業があったというのが幸運だったというところもありますけど、さっきの強みともちょっと共通するかもしれないんですけど、なぜ受かったと思いますか？やっぱり自分のやりたいことを追求したっていう過程はかなり評価されたんで、プログラミングとかってことですかね。そうですね、コンセプトがあって、うん、これを実現したいっていう思いがあってアプリを作ってっていう、そういうところが大事だったのかなと思います。そのやりたいっていう気持ちを実現しようとプログラミングをやったみたいな感じで伝えたってことですか？そうですね、プレゼンでどんなアプリ作りましたみたいなのを面接で話したんですけど、うんうん、僕の場合コンセプトが結構しっかりしていたので、はい、こういうことを実現したくてこんなの作りましたっていうふうに順を踏んで説明したところ反応良かったという感じです。今の大学生、就活生にアドバイスとしてはどんなことがありますか？僕も別にアドバイスできるような立場ではないと思うんですけど、はい、大学生なんで勉強すればいいんじゃないかなと思ってます、うん、意外と勉強してる人って少ないんで勉強するだけでブルーオーシャン、まあ、勉強ってのは大学の勉強 もちろんですけど、はい、何でも好きなこと時間あるんだから勉強すればいいのかなと思ってます、うん、プログラミングしてもいいし作曲しても絵描いてもいいと思います。それが大学の勉強じゃなくてもいいってことですね。そうですね、まあ、でもやっぱり大学行って授業料払ってるんだったらまず大学の勉強するといいんじゃないかなと正直に思いますけどね、僕は。いや刺さるわ僕は卒業できてないから。いやそんな偉そうなこと言える立場ない。いや僕普通に思うんですけど、大学の勉強って面白くないなと思ったりするんですけど、うん、それはもうやりようで面白くないってことですか？
実生活に勉強した内容を活用すると楽しいなっていうのはあると思います、うんうんうん、で僕の場合は幸運なことにやっぱり情報系って手元にパソコン10万円ぐらいで買うと、うん、試せることが多いんで授業の内容を、うん、なんで大学の授業は結構楽しんでましたね。へえ、まあ、楽しくない授業はですね、まあ、僕も成績悪かったですから、うん、運が悪かったということで僕から話せることはあんまりないかもしれないちなみに楽しくない授業とかあった時にどうやって楽しめればいいですか？やっぱり習ったこと活用できるっていうのはモチベーションになると思うんですよ、うんうんうん、なんで無理にでも活用する先を見据えてみるといいのかな。あ、それこそ理系の就活とかって旬代理でも扱ったことはそこまで、ね、まあ、あるじゃあるんですけど少なくて、まだ文系に比べたら理系の就活のポイントとかってありますか？学校の勉強とか、うん、もしくは就職する分野に対する知識みたいなものを求められる気がします。じゃあ結構なんか内容重視とか深いところまで聞かれるってイメージなんですか？どこまで聞かれるかみたいな面接にもよると思うんですけど、うん、どういう実績がありますかとかどんな勉強をしてきましたかみたいな質問は必ずあると思います、うんうん、実績ベースが多いっていうことですかね。僕の受けた企業でいうとそういう感じでしたね、うん、まあ、もしくは試験があったりとかその分野の、なんかエンジニア職の面接って結構特殊なんですか？それはですね、僕も聞きたいんですよ比べてないですもんね一般的な、 なんかインターンとか行ってとか、うん、なんか面接の受け答えのハキハキ度とかはそこまで関係ないのかもしれないですね。まあそれはですね、僕が受かったってことはそういうことなんです。いやいや、そんな奈良さんコミュ力あると思いますけど僕。今やっぱり YouTube とかもちゃんと毎週投稿してだんだんマシになってきた方なんですけど、はい、面接受けた当時っていうのはもう本当にボソボソと喋って受かったんで、そこまでそういうところって重視されないのかなと思いますね、はい、あのそれこそ挨拶がとか座るタイミングとかマナーとかは超悪かったら分かりませんけど、うん、常識範囲なら全然そんなそこは気にされないと思います。いや確かにね。ていうかエンジニア職だけとか関係なしに結局褒めつってその人の内面とか中身ですもんね、うんうんうん。いや、これは、ごめんなさい、絶対採用だなと思いました。本当ですか？はい。ありのまま嘘つかないスタンスがめっちゃ伝わりますし、うん、しかもやっぱ、知的好奇心がすごいあって、勉強熱心っていうところで、絶対、なんか、ある程度何やっても深掘るっていうところができそうだなっていうふうに思ったので、もうなんか、僕が言うのが恐れ多いぐらい、ぜひ、ご一緒したいなと思いました。はい、ありがとうございます。内定ということですね。内定ということで。はい、じゃあ早速、覚書を書いて、サインをいただきましょう。はい。ということで、ラムラさんのチャンネルは下の概要欄に貼っているので、よかったら覗いてみてください。ということで、本日はありがとうございました。